右の直訴事件を受け継いで小谷三氏の門人である百姓少子町人伝授は、弘化4年、大目付深谷森房に直訴したが、そこに見られるのも同情の意識であった。少子と伝授は長い直訴状の中で、天地の恵みも人気も昔に変わり、ご時節到来してしたこと、人々はただ楽み楽しこの楽しみ楽好み、遊民を見習い、無つかん時期を忘れ、和合の念を対し、なお道に信仰の念薄く、己の勝手のみ行い、自ら罪に沈んでいること、今こそ富士公の書を学んで、万民の危機をお助けになってほしいことなどを連綿と訴えた。こうした事例は何よりも、近世封建社会の矛盾を民衆的な発想で鋭く感じ取った危機意識を表している。現世は末法である道徳的大敗、気候不順、凶作などが顕著になってきている。それらは余割の前兆であり、その時期の切迫を示している。そうした傾向はさらに強まり、やがて世界は泥海となって滅び、それから見ることにより理想欲がやってくるのだ。それなのに人々はそのことに心づかず、目前の快楽を思い求めている。こうした事情を一刻も早く明らかにして、人々を改心させねばならない。こうした終末感的危機意識が弥勒以来受け継がれ、近世後期に至ってさらに強まったわけである。こうした危機意識の更新は、右の直訴事件にだけ示されているものではない。例えば、伊藤産業の富士堂御殿書も、こうした世の、この世の終わるため、振り替わり、弥勒のご直支配が切迫している。その時には手の裏を返すようなることができる、などと終末感的質を繰り返し述べ、人々に心を改めて道を行うように迫っている。この場合に心を改め、道を行わなかったものは終わるため、振り替わりなどによってどうなるかが示されているところが興味深い。すなわち産業は天明3年の浅間大噴火の惨状を引き合いに出し、これ以前信濃国は浅間岳の焼けたる時のように、河南水南の攻めに遭う。人間もその住みか、住みかなどもまでも砂地となり、誰々が家屋敷の跡とも、誰々が田畑とも知れぬように押しつぶされて、奇日何日と無論者も、無様に滅び、失踪ようなることにもなり行きなりと、すさまじいカタストロフィーとして描いている。この事例でも、先の事例でも、天変地異と社会的人間的次元での変革が混然一体となっている。このことは一方で、富士公における弥勒の要観念が伝統的意識と深く結びついており、近代的科学的思維方法に程遠いことを示すとともに、他方ではこうした混然一体の上に終末感は一層すさまじいカタストロフィーとして表彰されることができたと言えよう。次第に厳しいものになってきた、この終末感こそやがて丸山教に受け継がれ、さらに大本教の建て替え建て直し思想に連なるものである。2. 弥勒の世はすでに述べたように豊作が豊かで、人々が穏陰で安陰で幸福に生活する生活のことであり、その限りでは右に述べた富士公の場合も同様である。だが富士公においては終末感的な危機意識が著しく強まっているのはなぜだろうか。それは抽象的に言えば、富士公においては伝統的な魅力の予観念を人間の主体的な契機と強く関わらせ、終末感を人間の主体的な危機の問題として捉え直したからだと思われる。そしてこうした新しい捉え方が可能となるためには、富士信仰の根本的な変革が必要であった。富士公は もともと山岳集権宗教的性格の強いもので、各業は断食業、妻立ち業、不眠業などの荒業を行う隣国の修験者だった。しかし、富士公は江戸の町人の間に普及するに伴って、修験的、自律的なものから、勤勉、倹約、善行、正直、孝行などの通俗道徳の主張を中核とするものに変革された。弥勒はこうした転換を決定した人で、近世後期の富士公の事実上の始祖であった。勤勉、倹約などの通俗道徳は、でっち暴行から叩き上げ、一代で参りました弥勒の商人としての生活経験の中に根ざしたものだった。弥勒は俗名を伊藤伊兵と言い、漢文11年伊勢国一市郡の山間の農民の子として生まれた。13の春、江戸に出て親戚にあたる呉服雑貨商の店ででっち暴行を始める。やがて、つけぎ、茶袋、刀身の行商を始め、後には油雑貨商の店を出した。弥勒は商売熱心で家業は繁栄、使用人も使って裕福だった。伊勢商人の一人としてかなりの成功者だった。17歳の時、弥勒は月行早朝に出会い富士信仰に入り、以後、毎年6月15日に富士山に登り、
毎日2度の水あかりを続けた。富士信仰は威力の商人としての成功を支える精神的基盤だったと思われる。その間の事情、魅力は17歳より新女の同富士信人の先達月儀を行人推しと頼り、富士宣言大菩薩の有事これを身に徹し、毎日朝夕領土の赤はくり赤かり取り、この信人の加護にや日を置いて六を重く金銀負の癌成就すると述懐している。平明な日常道徳の実践を主張する民衆思想はほぼ元禄享保期に三都の町人社会に始まり各地に広がっていくのであるが、ミルクの思想もそうした動向の先駆の一つだった。ミルクは真面目な態度で家業に出征することを最も重視した。ミルクは異性の一訓の一つで、従来の富士信仰が衆生を馬鹿しとる呪術的な御利益信仰だったことを批判。それについて自分の立場は、働きは夜昼面々の備わりたるが、私欲して市民のうちに入り人を馬鹿さぬようにとのお伝えなりと述べた。その出向寺社参拝により今日の勤め方家業の道大切なり、稼ぎ働くうちに助ける信心おのおの開き聞きべけるなりというなどというのも同様である。魅力によれば、参拝や自社への寄付奉納よりも日々の職業労働を勤勉に誠実に努める方が重要である。参詣や寄付に多額のお金を費やすよりは他人に施す方が価値がある。寄付奉納のために家督を終えらして負けじと働くこと、神仏の道を教えになく、それは既成宗教の堕落の原因となっている。本当の信仰者には役年というものもない。宗教者、祈祷師、仏教の呪術的な御利益信仰は非合理的で偽善的なものだ。だがこのように主張することは民衆の現世利益への強い願望を否定することでは全くない。現世利益は呪術的権威や運命が作用するものではなく、人々の日常の誠実な生活に依拠しているのだ。富は誠実で勤勉な職業労働の結果としていくらでも得られるし、その限りで正当なものだ。弥勒はこうした現世利益の質を生まれますと巧みに表現した。武士は主君に忠実に仕えることによって今日より明日直に生まれますだろうし、農耕省はその目に行を開口なく務めるときには、今日より明日富民、今日より明日不期時代の目に生まれますの理が文明である。現世でよく努力する者は後世で生まれますだろうし、努力しない者は生まれ劣るだろう。不期期戦は自己の努力以下にあるのであり、その意味では不期は時代である。職業労働の成果としての金銀も少しも癒しむべきものではない。魅力によれば、人々は財貨を社会全体に役に立てるために大切な金銀の分を私として受けているのであるし、金銀は浮世を渡る 船以下であった。だがこのように日常的な通俗道徳の真摯な実践に思考の価値を置くためには、何よりも人々が既成宗教の自由的権威から解放され、通俗道徳の実践主体としての人間の内面的権威が確立されなければならない。それは人間の心の権威を主張することであり、一種の有心論的な世界解釈に到達することだった。魅力は日本の民衆の最も伝統的な意識である山岳浄土観、稲前魅力観、促進成仏観などを背景としてこうした転換を遂行した。魅力によれば、富士は世界の根源であり、万物は富士宣言大菩薩から生まれたものであるから、その意味で万物は宣言大菩薩の化身である。ことに米と米を食して生きていく人間は菩薩である。米と人間を菩薩とする思想は繰り返し現れる重要なもので、凡人観88の真の菩薩日々体に収めとか、宣言大菩薩人体一仏一体などと表現されている。このような考えは山岳浄土観、稲前弥勒観、促進成仏観などの伝統的意識を受け継ぐものである。しかし弥勒は伝統的意識をそのまま受容しているのではない。弥勒においては米と人間は菩薩であり、米が豊富で人間が幸せな社会が弥勒のよう理想用であるが、そうした社会は人間の努力によってもたらされるのであり、努力という主体的契機を強調するところに魅力の独自性があった。この努力という主体的契機を最も重んじたからこそ、日本人間生活を取り巻く様々な自主的権は全て消え、米と米を作り米を食べる人間の現実生活そのものに思考の価値が置かれた。ひとたび努力イコール通俗道徳の真摯な実践に思考の価値を置いてみれば、実践者としての人間こそが思考となり、様々な自主的権は失墜せざるを得ない。
こうして弥勒はほとんど独身的な誤調で、神に体なし、我が心、追い鉢という、人間と生まれた時ことよく、その身にて心つけ取り行わば、神仏にしかし、これ皆心の一つなりなどと述べた。こうした立場に立てば、富士山頂に浅間大菩薩が存在するとか、山頂に浄土があるとかいうのも、せいぜい比喩に過ぎないものになり、自然的、自主的存在から人間の心へと神聖が移されてしまう。富士の山登れてみれば何もなし、良きも悪しきも我が心なり。極楽を千里も遠く思うなよ。すぐ道行かば一足もなし。極楽をいずくと見れば我が身なり。楽にぞぞ食えば心嬉しき。右の引用にはどのような神秘性も自主性もない。浅間大菩薩も極楽浄土とも、要は人間の心、真摯な生活態度の問題であり、人間が努力して幸せな生活をすればそれが極楽なのである。前日のように弥勒は享保18年、富士烏帽子際で31日間の断食の末入場したが、その際弥勒が述べた最後の言葉は、正直慈悲、情、不足であったという。弥勒が家財を捨て、吉外弥勒、古事記弥勒と別称されながらも、熱狂的に布教。文字通り生命を通した教説は、究極的にはこうした最も平易な日常道徳だったわけである。こうした道徳が真摯に実現されれば、弥勒の世がやってくるし、怠れば絶望的なカタストロフィーがやってくる。近世後期の富士道においても、通俗道徳の完全に実現された幸福で安穏な社会という意味で、弥勒の世という言葉はしばしば使われた。小谷光氏の語録に見える、世の中を弥勒になして、いつかまた同じ雲の月を眺め、神の戸の開き始めの実利用に、高中の道を開かん、高校の道を開かんなどというのも、そうした立場のものであろう。弥勒の世観念が右に述べたように、通俗道徳という主体的契機と結びつけられたことは重要な意味を持っていた。なぜならこの結合によって弥勒の世観念はこれまでの漠然とした解放幻想から通俗道徳の真摯な実践を基準として人々の生活を批判する論理に転化するからである。この結合によって弥勒の世の切迫は人々に生活態度の根本的変革を求める論理となった。だがこうした通俗道徳を基準とする批判意識は封建制度と直接に対立するものではなかった。通俗道徳の真摯な実践は市民がそれぞれの家職を誠実に務めることであり、その意味で、むしろ不平を言わずに封建的秩序に進んで服することである。不平を言わずに謙虚に任従することは通俗道徳の重要な側面であった。弥勒以下の富士講行者たちは、真の交渉の身分秩序も男女親子の拡張性的秩序も自明のこととしていた。だが弥勒は一方でこのような身分性秩序を自明のものとして承認しながら、他方で身分性秩序のどこに位置しようと、人間は本質的に平等であると強く主張。例えば弥勒の思想の一つの革新性は、女性蔑視観、女性お絵感をして否定し、女善を務めばこれ善なり、うちを上々にしたるに男女にいずれの隔てあらんかな、同じ人間なれとなどと主張したことにあった。こうしたヒューマンな平等感は弥勒の思想の偉大な特質で、人間の心に無限の可能性を見出し、努力さえすれば人間は神仏にしっかりと述べた前日の見解の自然的な帰結だった。だが弥勒は右の引用に続いて、女は三重を慎めと書いて説いているのであって、女が三重を慎むことと男女がその本質において平等であることは、弥勒にとって矛盾することではなかった。つまり女性は自覚的に三重を慎むことにおいて自覚し努力している人間としては観念的に平等であり、同時に現実にはより強く身分性的秩序に捉えられているわけである。弥勒にとっては人間は皆身分性秩序のいずれかの場所にいるという意味では全て身分性的存在であるが、どの場所にいようと自分の責務を懸命に務めるという誠実や賢明さにおいて本質的に平等な価値を持つ存在である。後者の意味では死の交渉にも男女にも区別もなく、自己規律をどこまで徹底して成し遂げているかという精神的区別があるだけである。このように考えると、弥勒の思想は社会組織としての封建性と少しも矛盾しない。封建秩序への自発的服従を特典で、支配階級にとって好都合なものであった。近世の富士講は封建制度を批判したことはなく、全体としては封建支配に協力的だった。だがそれにもかかわらず、現実の社会を一つの一体した思想的立場から問題とする運動が下から展開することは、支配階級にとって不気味なことであった。なぜ不気味かといえば、社会体制を貫く原理を民衆自身が下から問題として取り上げているからである。現実においては身分性秩序を擁護し、観念的には人間の本質的平等を説くということは、儒教思想の本質でもあった。儒教においては身分制度の中で徳を実現する労働者は支配階級であり、民衆は受動的である。身分制度のどの位置によっても人間は本質的に平等なのだと、上からデマゴギー的に述べるのと、
下から後半の民衆が確信するのでは大いに異なる。身分制度は否定されないが、支配階級の観念上の特権は失われ、民衆は自分で考え、自己の内的権威に基づいて行動し始めた。藤子は先に述べた消失伝授の事件を契機に、幕末期に厳しい弾圧を受ける。その際、権力者の念頭にあったのは、民衆が自分で社会体制の思想的原理を考察することに対する恐怖だった。この直訴事件を取り調べた役人の次の言葉は、右の意味で興味深い。いずれにしても、町人役所邸の者より、左様の義あれども、上の御用には相ならぬ。僧というものとか、社人というものとか、また教えのことは正道に立って、講義の教えを司り、いずれも道にもこのところ頼り修行して立てべき道は教えるようにいたさせる。林大学寮へ お預けとなってある。それに何ぞやその片連れが魅力の教えの何のとは。天支配ということは百姓町人の卑しき身分にて、神器のことを取り立て、本尊とすること、講義より発動のことなり、作用の心得違いしては、一通りにては、愛すまざらずなり。幕府の役人も藤子の主張が思想内容において不当ではないことを認めざるを得なかった。しかし、それにもかかわらず、社会体制全体の思想原理を、百姓町人の分際で考え論ずることが不当なのである。イデオロギー問題は、林大学等へ、お預けとなっているのであり、その問題は民衆が新規に自由に考え始めたとき、差し当たってはそれに何らの反対性的な性質がなくとも、近世王権社会はもはや主体ではないのである。それでは社会体制の思想原理を民衆自身が考え始めることはなぜ危険なのであろうか。それは現実の身分性的権威に対して観念の世界においてではあるが、思想原理という優越した権威が民衆のうちに成立するからであり、そのためには差し当たって王権体制と対立しない思想も、いつ批判の論理に転化するかわからないからである。藤子の行者たちが魅力のような実現を幕府の権力者や天皇に期待したことは、彼らが封建主体に対してあまりにおめでたい幻想を持っており、封建体制を批判するところではなかったことを示している。しかしそれにもかかわらず一つの思想原理が成立してみれば、その立場から現実社会を批判的に眺め、身分制の権威よりも思想的宗教的信念の権威を信ずる人間を生み出していく可能性が生まれる。藤子の思想各行は、天下太平、国土安逸、万民快楽の使命を持ってこの世に生まれてきたとされているが、この使命のように各業は手の役なり、神尊の役なり、国王の役なりなどと繰り返し述べて述べられており、弥勒も自分のことを菩薩と呼んだばかりか王と呼び、自分の妻を女後、娘を姫殿と呼んだ。これらはすべて旧世の預言者としての思想的宗教的権威を宣言するものであり、観念上の権威が現実の身分性的権威に優越すると主張したものである。自己の思想的権威を現実の政治的権威よりも優越させる態度は、革命説を否定した近世の儒教には乏しかった。藤子においてもこうした観念が十分に発展したとは言えないが、マレーマ教や山本教の現実編はこうした観念の発展なしには考えられない。藤子の変革的な側面は未発達であり、全体としては封建体制を下から擁護する思想であったにもかかわらず、弥勒の世という理想用、民衆自身が下から構想する限りで変革的契機をはらんでいたと思われる。漢の聴覚、王金の俗も、はじめはかかるものにやあらんという集権境地の批判は、深い真実を含んでいたと思われる。3、丸山教の成立。丸山教は藤子の一つである丸山教を背景し、明治初年に成立。10年代後半に爆発的な発展を遂げた特異な新旧宗教である。明治10年代後半の発展は、静岡、長野、愛知などの諸県を中心とし、公民党、貧民党の運動と絡まった世直し的性格のものだった。幕末から明治にかけて成立した民衆的な新宗教には、建築過程の嵐に巻き込まれて没落していく民衆の立場に立った世直し的性格を持つものがあった。明治初年の天理教、明治10年代後半から20年代初頭にかけての丸山教、明治中期以降の大本教がそれである。これらの新宗教は太平天国や東岳等に比較しうべきもない小さなものだし、思想的にも民熟な点が多かった。またやがて極めて容易に天皇制イデオロギーに妥協し融合する点にも大きな問題がある。しかし日本の民衆の最も土着的な意識から出発しながら変革的な思想形成を試みた民衆思想の羽ばたきとしては興味津々のものである。以下、丸山教の教祖伊藤六郎兵衛の自己形成過程を分析し、開教過程の意味を考えたい。
1、丸山教の思想、宗教思想を分析してみると、その重要な内容が、かつて伊藤六郎兵衛の世俗生活の中で築かれた、信念や理想の神の名による漂白に他ならぬことがある。丸山教の宗教思想には様々な要素が含まれるが、神学的外皮を取り去れば、そうした部分が重要な一致を占めると思われる。主要なものとは、始末、慎み、立ち並みと要約されたような通俗道徳に他ならない。こうした通俗道徳が開教に至るまでの六郎兵衛の生活の中で持っていった意味を問うてみよう。六郎兵衛は文政12年、武蔵野国立花寿郡登戸村の貧農の次男として生まれた。幼少時の六郎兵衛は丈夫でないおとなしい子で、近くの富士塚で新人遊びをするのを好む子だった。村内の寺の住職から、後には法規国の浪人者から、いろは百人一首三番、実語教、動詞教などを学んだ。そしてことに、ボロサラエとあだ名された法規の貧しい浪人者から、実語教、動詞教などを学んだことから深い感銘を受けた。この幼少期の教育は六郎兵衛の一生を通じて思考の枠組みを規定し、実語教や動詞教の最も通俗的な封建倫理以上に合理的な思想を学ぶ機会を持たなかった。14歳の時、林村の上書家、作難として住み込み、伊藤家入り婿するまで9年間、実直で働き者の作難として暮らした。作難といっても、この上書家はおばの家であったから、家族の一員に近かったろうが、そこでは御殿女中も務めたという几帳面なおばから深く感化された。嘉永6年、24歳の六郎兵衛は、次孫登戸村の伊藤家へ向こう入り、伊藤家は宅地7畝、地持ち田5反、小作田5反、他に畑3反ぐらいの百姓で、この地方では中の上ぐらいだった。六郎兵衛は酒や荒物の氷と薪炭の仲買いを行い、江戸とダバで取引した。薪炭をダバに乗せて江戸へ運ぶ取引はこの地方一般のことで、帰りには日よけだった。六郎兵衛も向こう入りしてから毎日のように馬を引いて江戸へ通った。妻佐野は鎮旗を折った。鎮旗を折った。この地方は、幕末期にはすでに商品経済のかなり発展した階層分解の進んだ地帯であり、六郎兵衛たちの生活の小商品生産者的、小営業者的性格は勤労を尊び、金銀を重んずる思想として教義の中に反映している。六郎兵衛は6歳、15歳、25歳と3の大病にかかったが、そのために富士講の祈祷によって全壊した。富士講は江戸の市中から次第に周辺農村部に普及。山口ができたのは宝暦年間のことだった。六郎兵衛の生家の近くに富士浅間神社を管理した富士塚が作られたのは文化年間。彼の生家も手洗い石を寄付したりした。六郎兵衛の父母と彼が9年間作難を務めた上書家は富士講の信者だった。六郎兵衛は幼児から富士信信仰、丸山講の宗教的環境の中にあった。六郎兵衛自身は25歳の大病が丸山講先達の祈祷で全壊すると、熱心な信者となり、富士南経を読み、富士講の神言、南無阿弥陀仏や、お身抜きを、高中に唱えた。病気は近世後期以降に展開する新たな宗教運動において、改心の最も重要な契機だった。黒蝉金光、天理大元などの諸教団への入信の動機には病気が圧倒的に多く、黒蝉教と金光教の場合、開祖の瀕死の大病が開教の直接の契機だった。これらの宗教において病気は肉体の病であるより精神の病であり、精神の変革を迫っているものとされた。もとよりこうした受け取り方は人々の精神のどこかに危機の感覚が複在することを前提としているよう、病気はそうした危機感を目覚めさせ、新たな思想展開の契機となる。大病契機として富士信仰を世界観的よりどころとしながら、六郎兵衛は通俗道徳をこれまでよりも一層に真摯に実践するようになった。その場合、彼が実践すべき徳目の大枠はすでに幼少期の寺川教育によって与えられていた。六郎兵衛は、ボロサラエとあだ名された手習い師匠から次のような手本を書いてもらった。1. お百姓は朝暮れ、星をいただいて骨を折り、大切な五穀を作り出す者ゆえ、昔より市の交渉をとって庶民の頭なり、農業に精を出し、工作に力を入れ、身を詰めて、わがままなく、他人にても年長の人には習い、親に孝行を尽くし、家内睦まじく、一家信頼、懇意の人に厚く交わり、村中一和し、常に倹約を相守り、召使いの奉公に恵み。当時の寺小屋でごく普通に手習い手本として用いられた往来物、五人組、蝶前書き、考察などはいずれも類似の封建道徳を説くもので、右の引用もその典型であるが、
六郎兵衛が真摯に実践しようとした実践道徳の枠を尽くしている。六郎兵衛は後年、明治元年の頃までは、つまり開教以前は幼年の時学び師匠を務めたく思うて、その心の慎みを致したものだと述懐した。また、寺子屋で実語教、道式を学んだというが、この二つの書物は丸山教の基本経典である五帳の中で繰り返し取り上げられた。実語教は皆これ人の行うべきところの実と法、これすたるがゆえの人の実がつき、人の法も立ちかねぬ難儀要旨、などと、実語教や道式教が最も重要な質を述べたものとされた。こうした主張からしても、五帳全八冊の主張も神学的意思を取り去れば、通俗的な封建倫理に包摂されると推定できよう。素朴な通俗倫理に固執した六郎兵衛には、明治教政府の教育政策は外国の嵐に汚染された不当なものだった。後日のように文明改革に反対し、伝統思想の純粋化を主張することは、丸山教だけでなく、天理教、大本教なども同様だが、主張の核心だった。教育問題の次元ではその問題は実語教、道士教などの通俗的封建倫理中心の教育を放棄して、公立小学校等を建て、外国の書物を学んだことに対する激しい攻撃となった。実語道士教などを最高の書物と考え、松代の学者まずこの書を案ずべし、などと述べたところに六郎兵衛の宿命的な視野の狭さ、小宇宙性が現れている。しかしそこに通俗道徳の純粋化という形態を通じてなされた近代社会成立期の民衆的思想形成の特質が凝縮されている。六郎兵衛が歌舞伎芝居などを見て悲しいところでは手放しになったというのも、彼の道徳思想の系譜が江戸時代の庶民の通俗道徳にあったことを推定させる。開教の後ではあるが、六郎兵衛は次のように芝居、浄瑠璃、用、踊りなどの民間の伝道、芸能や習俗から道徳的な意味を汲み取り、意味付けようとした。すなわち、三国伝、善悪縦分けの芝居、浄瑠璃、また歌、踊り、神楽、相撲、かようなものは、元父母の実を世に伝え、実を見る鏡、人々の保養に置かれたる実録なり、芝居は善悪を見るもの、神楽は信頼を忘れんがため、相撲は当然南北をかたどる。六郎兵衛は右に挙げたものの他にも、正月、お盆、ひな祭りなどの行事、歌曲など、民衆の伝統的な生活の中に組み込まれている習俗や文化に繰り返し注目、それらを通俗道徳を教えるものとして意味づけようとした。こうした態度が素朴であるが、伝統習俗の中に端的するものでもなく、新しい文化を外から一方的に持ち込むものでもなく、伝統から出発し、その自己変革を目指すものであったということには注目しても良いと思われる。大原遊学も元旦その他の民族的行事に独特の道徳的解釈を試みるが、民衆の主体的な思想形成にとっては、こうした試みは不可避と思われる。右に述べた通俗的な教訓もない、要するに勤勉、倹約、孝行、和合、正直、兼業などを教えるものであろう。六郎兵衛がこうした通俗道徳を最も真摯に実践したということは、美談として伝えられている。そうした美談は、教祖伝特有の誇張があろうが、六郎兵衛の通俗道徳的自己記述の内容を示すものとして興味深い。例示を試みよう。い、おばの家に住み込んでいる間、夜行のわら細工を一晩も休まなかった。この間、一足の藤倉草履、晴れの日に履くを履き通した。ろ、農作業は人の二三倍した。暴れまでも巧みに行して田を耕した。は、山出しの炭や薪から抜け荷をして売る習慣に反対してやめさせた。従順な六郎兵衛がこの件だけでは養父と衝突し、一日中前に入って外へ出なかった。二、下着の洗濯や食事の準備も自分でした。食事は生姜や唐同士を菜にしたが、それは辛いものは少しで菜になり手数がかからないからである。たくあんは尻尾と頭ばかり食べた。お、人と争ってる逆らったりしないので、柳の六蔵と言われた。頭にふんどしを巻きつけられても怒らなかった。へ、江戸が谷の道中で、愛は背に住む、と鳥は木に止まる、人は情けの下に住む、という歌をばかりを繰り返して歌った。他の歌を歌ったらどうかというと、俺はこの歌が好きだよ。歩きながら歌えば、聴き手はみんな新しいさと答えた。六郎兵衛は24歳までは嫡男、それ以後は入婿ということ、さらに人従や献上を強要される立場だったが、そのことが右のような生活態度の一規定員だった。入婿は家や村での発言権が小さく、普通の農民よりよく働き、遠慮深く慎み深いのは普通のことだったが、そうした事情を考慮した上で右に強烈したような生活態度の一つ一つをとってみれば、何の変哲もない。
日本の民衆が長い抑圧と貧困の中で習慣化してきたごく一般的な生活スタイルだったと言えよう。農民はヤギを一晩も欠かさなかったどうかは別として、大抵ヤギを押したし、ある意味では皆柳の何々であった。働き者はどの村にもいたし、正直であろうとすることもごく普通の農民らしい生活スタイルだった。一つ一つを切り離し、規律を若干緩和してみれば、例えば毎晩ではなく大抵ヤギを押したというように、それは美談というほどのものではない。六郎兵衛はただそうしたごく普通の生活態度、通俗道徳を守備一貫して厳格に守っていすぎない。近世中後期から明治にかけ、勤勉、倹約、正直等の生活習慣を確立することが広範な民衆によって守備の課題とされた事情は述べたところである。すなわち商品経済の発展によって階層分解の淵に臨んだ商戦者たちは、商生産者たちは、勤勉、倹約、正直などの厳しい生活態度を自立することによってのみ、家と村の没落を防ぎ、富と繁栄、幸福をもたらし得ると意識した。勤勉、倹約、正直は商品経済の渦中に引き込まれつつある段階において、没落する前、上昇しようとする小生産者たちの努力の人格化されて形態に他ならなかった。そこでは人間らしく生きること、道徳的に生きることに生産力を発展させ、経済的地位を上昇させる根拠が求められた。人格的なものの発展と生産力の発展とが固く結合しているところに、近代社会は成立期の小生産者に特有の立場が現れていた。右のような意味で広範な民衆の間にすでに一般的なものとなっていた生活スタイルを、六郎兵衛はただよりに厳格に守備一貫して実践した。だから民衆の一般的な生活スタイルと六郎兵衛のそれには一歩二歩の相違しかなかった。その一歩の相違の重い意味は十分に注目しなければならない。こうした生活スタイルを厳密に守備一貫して貫いていってきたという確信こそ、民衆的な思想形成の基礎だからである。生活スタイルを厳密に守り抜くことは困難なことであり、強靭な自己規律、統御なしには不可能だった。自己規律ということは共同体的民族的種族の中に安住していた民衆にとっては不慣れなことだった。新たな民衆的実践道徳が人々の教授となったとき、その中には謙譲、忍従、自己抑制などが重要な構成要素として含まれていたにもかかわらず、そのことは必ずしも受動性や自己主張の欠如を意味するものではなかった。受動的なこれらの特目を一貫して実践するためには強固な自意識を必要とすると考えられた。六郎兵衛も民衆的な思想家と同様に、表面は至極穏やかで謙譲な人間でありながら、内面ではひどく意志が強く強情な人間だった。そのことは先の例の中にも現れているが、後年の六郎兵衛は、俺も昔はなかなか勘が強かったよ。人と物言いはしないが腹の中はなかなか強かったよ。だんだん磨いていると弱くなる。と述べている。この腹の中の強さが、先のような態度、生活態度を頑固に守らせる基礎なのだ。丸山教の修行は虫の弱い者には務まらぬとも述べているが、このそのことは丸山教の特殊な荒行だけに妥当するものではない。六郎兵衛は酒が強く、祭り囃子に参加するのが好きだったというから、生命力にあふれたタフな人間だったろうが、勤勉、倹約、倹譲などはこうした人間の強靭な自己規律に他ならなかった。こうした自己規律を強固に達成した限りで差し当たっては、まだ個人道徳の次元ではあるが、信念にあふれた人間が成立したわけであり、作難や入り婿としての控えめな生活スタイルに慣れた人間には、こうした生活スタイルはまた強く他人に強要することはできないが、しかしそれだけでますます内心での密かな信念は強固なものとなったと思われる。丸山教の開教の直接の契機は明治維新と妻佐野の病気だった。明治維新について六郎兵衛は次のように述べている。明治元年と年号あり、前慶応となり、その時首肩毛、日本は新国、新神風という伝えもあり、神がないとはいう精神を凝らして、世上は暗闇、狐や無地なの天狗の、または岡巻等の、安田、キリシタンという声ばかり。右の引用では素朴な民間信仰的な神道説の立場から明治維新が批判されている。明治維新は江戸やその近傍な実直な庶民の立場からは、世上は暗がり天下の見てると見えたのである。人心の差を出すときはいずれも陽気は揉めるものなり、徳川の滅びる前は3年間の不陽気であった。と自然さえも不吉な兆候を示していた。明治維新に伴う社会的変動を見て六郎兵衛は危機意識が一気に舞い上がり、天下太平五国成成就、よく平民を助けたまうために難儀な修行を始めたのである。明治3年、妻佐野が大病になった。六郎兵衛は不動行者を頼んで祈祷してもらったが、その時不動行者に神がかりして、自分は当家の主人が信心するところの宣言大菩薩であると述べたという。
不動行者を頼んだところを見れば、まだ富士信仰が俗信と入り混じっており、六郎兵衛自身の宗教的覚醒も進んでいなかったことがわかる。妻殿の病気は契機となった。病気は全開して神にお礼の祈祷をしたところ、神の機嫌が悪く、これより自身に願われやと進言があった。そして富士には閉塞十連飾りは無用だから取り除け、不動と戦えと神に命じられたという。この時から六郎兵衛は自ら神の声を聞くようになり、修行が激しくなった。これより自身の願いとなり、おいおい人は巡り来る。願いは激しくなり。六郎兵衛は一心に神の声を聞こうとして、神と同根同体の修行を繰り返した。明治3年10月、地の神、一心行者の称号を神から受けた。勤勉で実直で慎み深い一介の農民伊藤六郎兵衛が、地上における神の意志の受託者となったものである。続いて六郎兵衛は千人助けの修行と万人助けの修行を行った。これらはいずれも富士南経を唱えながら、つま先立ちでぐるぐる歩くもので、万人助けの場合は、かいた旗の周りを14日間にあたってつま先立ちで歩くのである。つま先立ち修行は、各行が天下太平のための天使役、神尊の役として行ったと言われるもので、富士信仰の伝統が生かされていると言えよう。小さな旗の周りをぐるぐる回るという奇妙な行為の中に込められているものは、終末的危機意識と天下太平という目的だった。この世は暗がりであり、明治3年の時は一人も日の光を知りたる人なし、明治3年修行の納めには吹き立ってくるのであった。六郎兵衛は断食、線香の煙の上で鼻をかざして煙に耐える、水をかぶるなどを激しく務めるようになった。家業を怠りがちとなり、警察から権威を受けるようになった。六郎兵衛は明治6年5月、警察に降員され、信心を辞めること、人寄せをしないことを命じられ、彼を1円50銭に処せられた。その際、4と樽2杯の再選があり、勘定したら8円あったというから、すでに相当の数の信心を持っていたことになる。しかし、この事件によって表立って信心できなくなり、家族や親戚からも辞めるよう強要されることになった。六郎兵衛は本当の神の声を聞いたと信じているが、一部の信徒にしか理解されず、かえって飲酒邪教による人寄せ、家業怠慢などを理由として、警察、国家権力及び家、親戚からの強い抑圧を受けることになった。警察、国家権力はもとより、入り向こである六郎兵衛には家の権威も力を持って迫ってござるを得ない。明治6年から7年にかけて、彼は何回も生まれ変わりの式を行い、一方では自分の使命を解除してくれるように神に願った。明治6年9月には自分になぞられた三つ重ねの餅を作って地に埋め、自分の葬式にかたどった。入り婿である一介の農民である古い自分が死んで、神の使命を受けた新たな人間に生まれ変わるというわけである。また明治7年4月には家族と親戚から信心をやめれば離縁すると迫られ、自分もどうぞ暇の出ますようにと神に祈ったが、そのために彼は神の金縛りに遭い、息も怠惰となり、世上の情に引かされないことを誓ってやって許された。こうした過程は六郎兵衛が見出した神の権威が、家や国家の権威との衝突を通して、その権威を確立しようとして足掻いている過程に他ならない。一方では国家と家の権威の前に、畏怖し動揺しながら、他方ではそうした自分を叱責し苦悶する。六郎兵衛の内なる権威と外なる権威との決定的対決は明治7年、再び婚姻されたところから始まった。この年の4月26日、21日間の断食行の決願日に、六郎兵衛は、溝の口署に婚姻され、横浜の神奈川裁判所に送られた。明治初年の民衆にとって警察がどれほど恐怖すべきものであったかは語るべきもない。今回の行為は長引いた。明治7年には少なくとも数十人の信徒がいたと思われるが、彼らも胡蝶役場に呼び出されたりして、信心放棄を強要された。六郎兵衛は5月27日、組親類村役人連盟の同仁義70歳以上、これ、両親並びに妻子もあり、これあり、多分この絵、工作、愛、姫、被罪、田畑しつけ自殺に差し向かい、傍ら一同短足被罪候という嘆願書を提出し許したが、自宅では何もできなくなり、竹の御座をかぶり、御座を着、手に尺状を携えて否認修行に出た。この後、六郎兵衛は6月と7月に富士に登り、後からひそかに各地を巡って修行を続けたが、この頃、親の藩の富士一三公社から合同の申し入れがあり、信者の中に動揺が起こったらしい。9月、ひそか、否認主義を続ける六郎兵衛に対し、警察の目が厳しくなり、
修行にこもった寺へ探偵が訪れるようになった。六郎兵衛の危機は頂点に達し、富士山頂での入場を決意して登山した。その際、富士山吉田の御師のもとに残したという形見の額は、彼の問題意識が天下太平による一般民衆の救済にあったことを示している。富士山頂での入場は、弥勒の先住に従ったものであろうが、弥勒の落ち着いた計画的な入場に比べて追い詰められた慌ただしいものだった。六郎兵衛は21日間の断食で入場するつもりで登山したが、山は雪に覆われ、友をした漆原夫妻の娘は飢えと寒さで衰弱散った。20日の断食を終えた10月12日、六郎兵衛は、これまでは王政に背かず勤めましたが、子供、信者の心は崩れ、世上は暗闇のごとく、巡査には追われ、我家内には一話せず、いずれを見ても下山に立つ法はなし、このところにいて我が一命はご引き取りくださるよと神に願ったが、その時、天にかなった大行者、伊藤六兵衛しばらく待てと進言があり、生まれ変わってくるのでは人助けの間に合わぬ、難儀苦労はあろうが恐れず修行しせよと告げられたという。勤勉で実直で遠慮深い一人の農民に過ぎない六郎兵衛には、社会や国家の問題はもともとはるかに自分の手の届かない問題であった。現実の社会では極度に限定された地位と役割しかもとの一介の農民が天下国家を論じ、あまねく人を助けるのだ。天下太平を実現するなどと主張するためには、無限の飛躍を必要とした。この時代では宗教だけがこうした飛躍を可能にするが、宗教的形態の中でも何回かの飛躍、古い事故の死と新しい事故の生誕を得なければならなかった。六郎兵衛は健常で希少心な一人の農民として絶えず自分の大それた課題から逃れて、普通の世界に戻ろうとしたが、そのために彼は神の声を聞き、励まされたり叱責されたりして自分の使命を自覚し直した。つま先大修行、煙行、水行などの呪術的修行と神がかりはこうした飛躍、宗教的権威確立のための方法だった。今日の私たちから見れば、つま先立ち行も、煙行も、奇妙で無意味に見えるだろう。しかし、余人には不可能なこうした荒行に自分だけが耐え、特別な訓練を通じて神の声を聞いたという特殊な経験が、日常的な一介の庶民から宗教的な士気の権威を持った者と飛躍させるのである。こうして六郎兵衛は何とかの転生を得て国家権力、警察や役場、村人、親戚や家族などに対して、さらにその中で日常人として生活している自分自身に対して、自己の宗教的権威を確立していった。そして右の上と明治7年10月12日の富士8号目での体験は、こうした転生を決定し、六郎兵衛の宗教者としての自己確立が達成された。21日間の断食修行を終えて下山した六郎兵衛はその噂を聞き、吉田口にやってきた富士一山公社館長、獅子の藩と初めて会見した。富士講の大連合組織を作って宗教界に融資しようとしていた獅子のは、以前から行力優れてこの丸山講の行者に目をつけていた。六郎兵衛はその後も各地を巡って修行し、11月28日に帰宅。その夜、伊藤家では親戚で寄り合い、信心をやめねば理恵もやめないと六郎兵衛に迫ったが、妻佐野は会見を自分の喉に義して夫に信心を続けさせてくれと頼み、彼の信心は家族や親戚から承認された。明治8年2月には富士一山公社に正式に加入。六郎兵衛はその大先達の辞令を受け、丸山教会本部を登戸村の自宅に置いた。六郎兵衛の活動は公認、警察の目を恐れる必要がなくなった。六郎兵衛は苦しみをあげきながら自分の外なる権威の束縛から自らの内なる権威を脱却させ、周囲の人たちに承認させた。この後は活発な宗教活動あるのみである。丸山教は明治8年から急速な発展に向かった。4. 丸山教の世直し思想。獅子の藩の富士一山公社に所属して以来、丸山教は急速な発展へと向かった。明治12年、六郎兵衛は共同職師匠に任じられ、翌13年には信徒10万に達した祝祭を行った。翌々15年11月、六郎兵衛は信徒と共に静岡巡教に出かけ、各地で信者たちの熱狂的な歓迎を受けた。信者たちは手に手に天下太平、天に人道を明らかにすると書いた旗を持って六郎兵衛を迎え、信者に囲まれて身動きできないこともしばしばだった。静岡県に丸山教があったのは明治12、3年からのことらしいが、この巡教を境に爆発的に発展した。こうした爆発的発展を支えて世直し思想の性格を検討し、いかなる社会立場からなされ、どのような可能性や困難をはらむものだったかを考えたい。1. 明治16年から17年にかけて、丸山教は世直し的性格を強めた。
静岡を中心に長野、愛知などの諸県で終末感的な幻想が広範な民衆を巻き込んだ。信徒たちは松方デフレの下での凄まじい生活の荒廃の中で終末感的幻想に駆り立てられ、生産放棄、租税を納めず、徴兵を逃れ、田畑家財を売り払い、世直しが起こると信じた。当時の新聞はその熱狂的状況を次のように伝える。遠州豊田郡地方には近来丸山港とイエルが流行し、この港長に加入する者は、未明に屋根に登れて日輪を廃し、記念を凝らせば、何事にても祈願成就せざることなしという盲信。我々もと加入し頼りに信心する中には、病者に薬剤を飲ませず、あるいは積年さえすれば、服の迷い込むなどと言い生やし、さらに農業を務めず、ただ負にのみ奔走し、甚だしきは、本年5月になれば混沌たる世界となり、ただそれのみに奔走し、甚だしきは、本年5月に至れば混沌たる世界となり、人畜ともにことごとく死亡し、一人丸山公の信仰のみ、信徒のみ生存して清涼なる世の中になるだと、愚なる妄言いよいよに惑い、徴兵もはばかる積年をなすなど、実に狂人のごとくなり。丸山公の信徒たちは文字通りに、世界没滅、天地壊滅、人畜このことごとく皆滅びる。今にこの世が滅して太陽が戻り落ちなどと信じたらしい。そしてこの後、天変地異の後では、我々の世となりて天下を王国するとか、何月には天下の政権を我信徒の手に握ると予言するものがあり、狂気のごとく村内を徘徊しながら大声を上げ、我が村村内著前は、来4月頃には皆我が所有となると叫ぶものもあったという。こうした動向は丸山教は昨今に至り、世間にいわゆる借用党というもののような兆しが現れ、遠来遠州地方において借金党または負債党など、たとえ銀行あるいは豪農などに迫りて、領民を咎める者、大抵丸山公の信となりと言われるような不気味な大衆運動と回っていた。近世後期の富士公において発展した終末意識は、松方デフレのもと、明治10年代後半の丸山教において、おいて燃え上がり、この世を悪の世、獣の世、地獄と罵った大本教に受け継がれていくという世。丸山教と大本教の間には、おそらく明治30年代に思想的交流があったと推定できる。丸山教の教義書類では、明治17年から世直しが表現されている。今年は猿年だが、ちょうど因縁が相分かった時だ。今度が息が出るとか元へ帰るのだ。今度は世の変わり目だ。というのは、明治17年を世直す年としている。丸山教では世直しのことをお開きというが、友人の予言は明治23年頃までに繰り返しなされ、爆発的な発展を支えた。宗教的には極度の幻想性ゆえに、組織的にはあまりに急速な発展のために無統制となり、他方では関係の弾圧のために、明治20年代初頭に運動は内部崩壊が顕著となり、急速に衰えた。それ以後は丸山教はお開き思想を目立たせないに努め、法徳者運動を取り入れて、勤勉や倹約を強調し、天皇制イデオロギーに妥協し同化した。それでは明治10年代後半に激しく燃え上がった世直しの主張は、どのような論理から生まれたものであろうか。一言で言えば、それは明治政府の指導のもとに展開しつつある近代化に反対する反文明改革からなされた。例えば、天文取り組みという一種は、これもとは人には見せてはいけない本なりと注意された秘密文書であるが、反文明改革の立場から世直しを主張するものである。天文取り組みというのは、天明改天、丸山教の唱え言葉と、文明改革が取り組みをする、戦うという意味だが、そこには、例えば次のように述べてある。丸山教者の天面回転の爪極意である。当年3月頃から極意であるからよく信心して見ているだ。面白くなってきても神様のおぼし召しにあることだ。天には政府でも仕方ない。文明開化、仏道、神官、邪祖、西洋人まで押し倒し。右の文の執筆は明治20年と推定されるが、明治23年のご調べから今一つ引用してみよう。今年の神気温な今年の祭り、内実いかばかり、西洋文明国まで日本が国会条約改正、自由党坊主は滅びる。新官州狂人民は、日にちの陽気に嘆く、日にちの不陽気に嘆く。何を天下太平、五国成就、国家平民助けたもうと精神に尽くすとも、新元ウランカと
日々心療を尽くし、世の中もわんことなし。世の中思わんことはなし。明治23年は日本資本主義の最初の恐慌であるとともに、その前後の年次では飛び抜けて穀物価格も高騰した年だった。右の引用はそうした事情を背景とし、国会開設の年、明治23年の現実を、今年の祭りをと、内実はいかばかりと民衆の立場から教団している。明治23年における民衆の困窮は、五朝にしばしば現れるもので、今年国高になりて身投げや首吊る人あるという嘆かわしき世の中となり、病ばかりの助けにあらず、病なくして食べられん世の患い、などと述べられた。右に掲げた二つの意味は、いずれも反文明開化主義の立場に述べられているが、その根底にあるのは、文明開化、近代化が民主主義世界に使う生活を凄まじく破壊しつつあるという具体的な判断だった。そしてその反文明開化思想は極めてラディカルなものであって、西洋人や宗教は持っており、仏教や宗教、神道のような既成宗教も、国家自由党のような近代ブルジョア文明の代表もトータルに否定された。こうした立場からは、洋食洋服はもとより、髪を切って散髪にするのもいけない。横文字も西洋歴もいけない。公立小学校等は自国の正しい教えを捨てて、外国の誤った教えを教える。薬も外国のものは獣のような外国人だけに効くものだ。総じて文明は人倒しである。我が修行は文明、天命の世界が文明開化の盛んなところに入れて、一時に探した昔なり。文明開化盛んの今こそ昔に復興しなければならない。絶対主義研究力は、こうした文明改革の中核的な推進者とみなされた。天下の祭りごとも厳しくなった。月日を知らない心になるからかん、月日を知らない心になるから勘違いになって病となる。この信心は会員たちが一番病かんが違っている。上は断りなしになっている。などと述べるのも、東京は地獄だとか、東京は病が盛んだというのも、原始的蓄積を強行しつつある絶対主義権力に対する批判である。天皇もこうした批判を免れることはできなかった。天皇は外国と通じてしまった。天子様は上の 日月を拝む。下の国をお守りなされる。それを忘れてしまった。天子様も考えが悪きゆえ、外国勢に取り巻かれ、西洋もの開け開化だと言って、釜をかぶりと嬉しがっているのも、皆天子様、考え悪しき上だ。洋服を着、帽子をかぶり、靴を履いた天皇は、明治10年代後半の丸山教においては、憎むべき文明開化の出荷の象徴のように見えた。だから厳しい反天皇制の思想も述べられた。深刻日本の堕落過程を捉えた言葉を引いてみよう。異、天神の世も変わって地震の世となり、地震の世も変わって人口の世となった。今、人口の世も変わる時だろう。十法四則をやめになされたもの。ろ、天地界と天地、地、天神地神人口なり、今は人口の名手となるゆえ天神を祝いまうのだ。引用に明らかには、歴史は天神の世、地神の世、人口の世という3段階からなり、それは日本が神の世を失う過程に他ならず、現在は最後の 人口の世である。そしてしっかり神の世が道が失われてしまって、今こそ世直しが起こって天神の世に復興するというわけである。丸山教と天皇制イデオロギーの関係は微妙であり、後には天皇崇拝を強めて超国家主義の先端を行くことになるが、明治17年に書かれた右の引用は神道説の立場に立った素朴な表現であるが、明治の天皇制ははっきり拒絶している。少なくとも明治10年代後半の丸山教にとっては天皇制は憎むべき文明開化の権威だった。丸山教は日本を深刻と考え神道説の立場に立つが、丸山教のような民主的な神道説は、もともとは国家神道、天皇崇拝と無縁のものだった。右の引用よりも曖昧で屈折した表現だが、天皇陛下から盛り出して、丸山天皇陛の修行をはじめ、不創経37日無言の行、これが天皇の世の立て直しなのというのも、明治の絶対主義天皇制と対決するものと思われる。また今、天使が10万の徴兵を立てておる。丸山は、何万、伝武は100万兵を足したのだ。天使に向かいはしない。10万と100万では騒がずともよころう。神様のおぼし召だ。16から40まで徴兵を取った世は収まれまい。騒がて来るであろう。かえって後悔を招くようなものだ。というのは天皇制に直接対立するものではないが、丸山教の宗教王国の権威を絶対主義天皇制の権威の上に置くものである。右の引用も示しているように、丸山教は自由民権運動や国会開設に反対だった。
人間は権利がなければ収まらぬものだが、この権利は胸の中に収めておくものだ。人権がはびこりて収まらず、収まらぬ。あまり権を振る舞うと何事も収まらぬとされた。自由民権運動も明治の天皇制も文明開化を代表する限りでトータルに否定するのが丸山教の立場だった。こうした批判が可能になったのは日にちの不要期に嘆く民衆の立場に立ったからである。丸山教の教義書類では天下太平、五穀成就というような言葉とともに、下なる人を上に導け、下を返して上とするという言葉も繰り返される。天下太平、五穀成就は、新政の藤子以来の基本観念、概念だが、後者に類似の言葉として弥勒の、争わば我がいるところさらになし、下なる人を上上へとという同化がある。しかし弥勒の場合には、下なる人を上上へというのは、もっぱら謙虚の態度を取るということを意味していた。右の同化は、丸山教でもしばしば引用されるが、その場合には、世直しの論理に転化していると思われる。天下太平、五穀成就。この改めは、下という字を改めて、天が太平と改め、人はなおまた、勘を良くするは、上となること疑いなし。下という字も取り直せば上となる。などというのも意味は必ずしも明瞭ではないが、仮想の民衆の救済を主張するものである。ことに下という字を逆さまにすると上になると言っているのは興味深い。とりわけ、明治17年の一文書による次の主張は注目に値する。ふるいは皆上から出て服すものだ。丸山の修行は下から大勢の体を下から天から助け、下を天から助けるから下から助け上げるのだ。これを願わないでもいいと思っているかもしらん。俺は下から救い上げる。上から見ると下等人民だ、なったと言っているが、その下等人民が俺は大事だ。利益というものは貧乏にほど早く利益をいただく。原始蓄積過程の中で、怒涛の中で、急速に没落させられていく下等人民を一挙に全面的に救済すること。これが丸山教の立場だった。丸山修行は、例えの通り、下を大切として開いたもの、一人たりとも人は、を通すまいという精神である。同じ立場から述べられた、謎めいた言葉も引用しておきたい。災いは下からというが、今度のは下から起こる。上は断りなしになっているから、きっとのは弱き災いである。この下より取り上げられるというは、18下から組めという例えである。下からでなければ固まらぬ。引用のうち、今度とは何か、良き災いとはどんな意味か、下からではなければ変わらぬとは何のことか。正確な意味は不明であるが、稼働地味の立場から世直しを確信。絶対主義権力と支配階級への憤りや呪詛が込められていることはわかる。2. これまで明治10年代後半から20年代初頭の丸山教において、天皇制権力の主導のもとに展開する近代化への激しい批判が爆発したことを述べた。こうした批判は近代化の過程で没落の淵に追えられた稼働人民の立場に立ち、その朝鮮三者的なつつましい幸福と平穏を擁護しようとするものだった。天下太平五穀成就というのは、閣議を弥勒以来、藤子の最も重要なスローガンであったが、五朝にも、天下太平五穀成就、天ねく人、あまねく人民助けたもん、という類の言葉が繰り返され、丸山教の基本的目的を要約している。この場合、天下太平の内容は五穀成就だけではないが、しかしそれが最も重要、重視されており、江戸の町人だった弥勒もこの点は同様だった。六郎兵衛は富士信仰の農本主義的な性格を強調して、例え歌の、唱え歌の南無阿弥陀仏を、南無阿弥陀、南蛮ダウスという農耕を意味する言葉に変え、天皇または天皇を天の農業の天皇と書いて、天のものづくりと読ませ、天皇陛下を意味すると思われる天皇陛下という言葉を使い、国のとこたちの御事を国とこ電池の御事と書いたりする。この独特の用語法は従来の用語の本当の意味を明らかにするという立場で六郎兵衛が暗示したものであるが、そこに農業と農耕労働を神聖視する立場が現れている。こうした農本主義的立場からは一面で封建社会を懐かしみ、教えのもとへ一つ、お百姓朝暮れ星をいただき、骨を折り五穀を作り出すものなり、昔は市の交渉とて、庶民の頭なり、丸山修行は農業し、うせ、考察作るがごとし、と勤勉な農耕労働が市場のものとして信仰の核心に残れた。右の引用は近世の通俗的な教則書類の影響を受け、
死の交渉の耳寄せを肯定しているが、死の支配を擁護するものではない。耳寄せを否定しないのは、民主思想が身分制を含まない社会体制を構成することが困難だからであり、支持が民主的な立場からの農法主義にあることは明らかである。だから、農の支持は、まず天の上に立つ人の頭にあたるものなり、人民国のもとを百尊という、その真似をして百姓という、これをもって農を百姓という。百姓の百は即百尊の百なり、と農民を神聖化することさえできた。心を尽くして日々の務めや農家の働きも、成人の働きも心に変わりなし。しかし、こうした農業中心思想は、米作を中心とした自給的農耕生活について述べたもので、クワチャは国に潰しであった。丸山教が発展したのは幕末以来、洋金、清茶が急速に発展した時代であり、松方家デフレはそうした時代とことさらに苛烈な意味を持ったのである。商品作物を否定する農法主義的発想に立てば五穀が豊穣だと言っても、それは極めてつつましい民衆の願望から見てたことに過ぎなかった。その願望は結局は十分に食べられるということだった。飲むと食う、心もつく、息も平らなることが、めでたきことで言うなり、というのは、つつましい理想像であろう。何するもの、飲むと食うこと先立つ。これに使い得ると悪人変ずる。身の慎み大事と申しそうろなり。丸山教が問題している安易で幸福な理想よとは、この飲むと食うという最低限の生存状況が確保されることだった。丸山教のエネルギーは、こうしたつつましやかな願望に動かされたものだった。建築活動の怒涛が民衆のささやかな安易音さえも飲み込んだのである。倹約や始末が重視されたのも当然である。始末は我が身のためならなる。親の喜びとなり、天下の悦となるに違うなし。というのは、始末に個人の生活スタイルより以上の重い意味を持たせるものである。前述のように、丸山教は反文明開化、反文化主義の立場に立ち、仏教はキリスト教を激しく反撃、貧弱な神学的粉飾を取り去ってみると、論教は次のような素朴な民衆的生活感覚であった。7月少量祭りに、ナスやキュウリの牛をこさえて送り迎えは何のため？無駄なることという、キュウリやナスもみんな月日の恵みに実るもの、みなき子として腐らかす。日本深刻にて始末を見るというときは、バカな招きに釣られたという、ものの腐れることは、よせがよろしい。ろ、物事粗末なり、これを取り上げてみるときは、無駄事たくさん、第一、お布施の教文、金での解明、納めどころに知れがる、知れる、お納めどころが知れる仏像なり、よくも固めた嘘に嘘。は、牛食うてよく洋服飾れて何得がありますや。聞けば聞き飽きのする釣り、八祖教演説と同じ。金なくして取り返しはできん。牛食うた金も取り返しはできず。孫子の教えを無駄事とせんようにと、にとの知恵なり。廃仏論に反恩賀主義は、必要に繰り返される丸山教の基本的立場であるが、民の委員はその典型的文章である。狂信的非合理主義のように見える廃仏論、廃八祖教論、反恩賀主義などの立脚点が、民衆生活から無駄を排除すること、民衆の生活を守ることにあったということは理解されよう。廃仏論に反恩賀主義は民間信仰的浸透説の立場からなされるが、宗教的表現のすぐ背後に、洋服や牛肉に金なくして取り返しはできんと、財布の紐を締めるつつましく貧しい民衆生活があったのである。こうしたつつましい民衆生活にも喜びや楽しみがある。芝居踊りするものなど民衆的な伝統的な楽しみが否定されず、道義的に意義づけようとされたことを指摘したが、民衆の伝統的な喜びや楽しみの世界は肯定的に捉えられている。仏像にては大がなし、種がなし、祝い事は喜び事なし、ただ憂い事ばかりを楽しみとしているのは、浸透説に名を借りて、民衆の伝統的世界を擁護するものである。こうした主張は、実りの主張と結びついていたようである。実りというのは農作物が豊かに実ることであるとともに、それとはなると維持された家や個人の繁栄幸福である。まず物の実りも人の実りも、祝い事、喜び事は皆神道にあるべきこと、また祭り事、行い事、また神道、式、式見の方なり、めでたき、喜びごと、かかず限りなし。まず、神国誠は、鶴千年、亀万年のめでたき。
ろ、シナジナの窓、みんな陽気で実る。死あればこそ生える。実りとなる。また、会議は限りなし。山には、来たけ、草木数知らず。天地改造、道には、はい、道に、はい、茂りて、成人す。実りたまのものは、皆人のためとなるもの。天家は皆和合を持って実るものなり。農本主義的な小生者者の世界は、人間が自然に依存し、抱かれている社会である。自然があらゆる生物を成熟させることのへの深い信頼の上に立って、人間はつつましく誠実に生きればよい。この立場からは自然は限りなく豊かなものと表現さ、表彰され、人間には様々な名滝、喜びが保障されている。後日のように人間の努力や可能性を重んずるところに、藤子の伝統を発展させた丸山教の重要な特質があるのだが、その努力や可能性も自然への深い恩恵を前提としている。実りの思想はこうした小生者者の世界を生き生きと描くものである。以上の記述から勤勉で実直であるとともに、極めて慎ましい民衆生活のイメージが浮かび上がってこよう。こうした生活にとって洋服を着たり牛乳を食べたりすることは破滅的に見えたのは当然であろう。こうした立場から次のような一見反貨幣的な思想が生まれることも容易に理解できよう。今では金は宝という。だから違う。金銀は土だ。土より出るものだ。金銀があっても食い物がなければ生まれておれぬ。生きておれぬ。五穀が宝だ。田畑が実るもと、そのもとが大事だ。右の引用は、金銀の価値や役割を否定しているように見えるかもしれないが、真意は、田畑と五穀をより基本的なもので一致しているだけだと思われる。丸山教の教義書類を検討すると、五穀中心の農本主義思想は中核となっているのだが、金銀に対する必要な要求も併存している。世直しがなされたら金銀が無限に豊富となるのであって、丸山教はそれをことが明らかにしているとされる。日本は本来、金銀たくさんある国ゆえ、日本国を名国というのだが、人々が文明改革に夢中になって道を失ってから金銀も逼迫してきたのだ。この国は宝の国のあれが金がなくなり、ただ高国の滅したのだ。金銀の逼迫が世直しが迫ったことを表している。丸山教は世直しによって金銀に恵まれて豊かな社会を作る。これから現れる黄金、国のため、天下のため、人のため、金さえあれば豊かなるもの、我が修行22年に至れて巡りたまるところの黄金なり。丸山教の教義書類では、金銀に対する激しい危機が肘を占めている。このことは、社史の要求や資本として利用することなどには少しもつながっていない。そこでイメージされているのは、つつましい小生産者農民の生活であり、生活次元の貨幣的富の豊かさである。このことは、御天寿様を祈ると、俺は金が出ると思う。病が治ると働ける。そうすれば金ができるというような表現にも読み取れよ。浮世にて大切は金銀、田畑に実る五穀。水費、金銀、家式大切にする心などというのも同様の実情を示すところであろう。デフレの下での債務、氷菓子的収奪という現実と脱却を願う気球が切実に伝わってくる。以上の記述を踏まえ、丸山教が理想とする生活を描いていると思われる言葉を引いてみよう。この御用は、天地界を巡る金朝皇帝に敬え、主人親に従え、金銀家に従え、金井むつまじく家人大切に、我が身大事、衣服大切に、水火敬え、麦と米、これ、24通りを密代として、数多くのもの皆大切。金井始末ながらよく心得て行うときには、国立て見立つ、天が五国もなくなる。天皇制と拡張的身分制が肯定されているが、丸山教はこういうした全近代社会関係、それ自体を攻撃するものではなかった。天皇を攻撃したのは文明開化の指導者として考えたからである。こうした全近代的な社会体制を家人大切に、我が身大事、衣服大切にという民衆の立場から構想するものだった。国立の建築過程を展開する近代的に社会体制に対決するものとして彼らが構想できたのは、全近代的関係を復興主義的立場で理想化したものであるほかなかった。こうした立場の中には、やがて天皇制イデオロギー定着、反動的な思想となり得る可能性が見えているけれども、こうした構想を下から、民衆の立場から試みたところに、重要な意味がある。没落していく小生産者の理想社会が復興主義的、空想的な社会形態として構成されるのは、一般的な歴史法則の一つである。民衆的な思想形成の特殊な困難があるのだが、そこではそのことを問題にする必要はない。私たちが考察してきた問題は、後ろ向きな社会体制がどこまで民衆の立場から構成されているかであり、民衆の主体形成がどこまで達成されているかであった。3、これまで述べてきた小生産者の理想社会を主体的経費から規定すれば、
六郎兵衛が若い時から真摯に実践してきたような通俗道徳が完全に実現された世界に社会に他ならない。魅力の世の到来を呪術宗教的な問題から人間の心の改革、通俗道徳の実践へと転換させたところに、藤子の重要な達成があった。丸山家はそうした方向を発展させた。丸山の主教の主張する実践道徳は、始末、慎み、たしなみと要約されるなるが、実現されなければ、その家その目に矜持、災難、たたり、来たりて、滅ぶることの仕掛けにあらん。我と我が心で我が身に病を起こし苦しむのじゃ、と述べられた。家と個人の安否は通俗道徳の真摯な実践以下にかかっている。通俗道徳は様々な徳目として実現されるが、人間の心の問題であった。通俗道徳の実践が人間に幸福と安逸をもたらすと主張することは、心の役割を大きなものと考える優秀論的な世界解釈に結びついていた。万物は元の父母様と我が心によって増加すると述べ、人は元の心を捨てず、元は父母様よりいただきたる心を持って行う上は、実に大いなるものというとき、神のおぼし召しにかなった正しい心を持った人間の巨大な可能性が語られている。右の引用で元の父母様と呼ばれているものは、天、神、富士山などと言い換えることができるが、こうした存在は心の中に現れるのであり、人間の側から把握すれば心の問題に行わない。こうした優秀論的な把握は上の三図の素朴な図解に表現されている。左端の図は上から順番に天と富士山と人間の心の世界を表し、一つのものであると説明する。右の二図は新天宝、心は天の宝だという考えの図解で、心を磨けば宝物となるということであろう。傍らに見える身の内在、蔵の内在、心は天の宝、新天宝という我が身のうちの心は実に宝なり、これを我のうちにの財というのというのは、心が人間の幸福の根源であり、本当の宝と主張する。それとともに、心によって経済的な意味での財価が与えられることを意味している。こうした意識は天や山頂に神聖を見る伝統的意識を基礎とし、それを内面化して有神論的世界観に基づく。伝統的な神観念はなくなっていないが、実質的な内容は人間の心であり、人間が知ることもでき、到達もできる。そのことが民衆の伝統的意識を背景とし、納得しやすいものとなる。もう一歩進めれば、神は人間の心だという無神論に行き着いてしまう。身は神、身は心、神も心、人も心。魅力は仏にあらず、身は心なり、心は神、神は人というなり。それは我が国は神国なり、神は心なり、心は神なり。故に我が元祖開山の心を開き、心は我が魂なり。魂は我が霊魂なり。魂は我が心なり、心なるゆえに富士の小山という、小山は心という字なり、ほとんど特進的であり、有神論の徹底的によって無神論に到達しようとするものである。心が本当の宝だという立場は、人間の外部にあって威圧していた神から役割を奪い、心にかかっている。心こそ神だという見解につながる。一般の民衆にとって勤勉、倹約、正直、孝行などの通俗道徳は日常的な自明な態度であり、十分に行いがたい当位だったろう。一面では家と自己の幸福がこうした通俗に道徳にかかっていると思いながら、他面ではそうした立場に徹底できず、怠惰、奢侈、吝嗇、慢着などにも誘惑され、合理的な方法で成り上がろうとしていただろう。右の有神論的世界観は、こうした矛盾した民族意識、民衆意識を変革して、通俗道徳の全面的な実現を目指すものである。守備一貫した世界観が樹立されるなら、自己の可能性や正当性について民衆は強い信念を確立できよう。地獄や極楽が姉をではなく、通俗道徳の実践によってこのように実現されるものだとされたことは、富士信仰に伝統的な現世性、健康な現世性を物語るとともに、有神論的な世界観の必然的な帰結として注目できる。い、身をよく慎むとき、その身が極楽なり。ろ、地獄も極楽も皆人心のうちにある。は、極楽とは仏の言葉のごとくなれども、皆楽に暮らせるようになれは、やはり極楽にして仏の言葉にあらず。に、極楽浄土の楽しみは、現在そのままこの世にて我が身、直に阿弥陀仏、身より光の出るというも心の持ちようかけよう。
通俗道徳の完全な実現によってもたらされた小生産者の豊かで幸せな社会、それが極楽だ。高間ヶ原も同様の意味であって、ほど遠き高間ヶ原と思いしに、ここにいながらその身はがそのままだ。こうした主張で見るとき、例えば次のように小生産者の主張である田畑と金銀さえ大して重要でないとされたことも思考できよう。心を立てればやはり天心様だ。皆々日本国の者は心を立てれば皆々が、みのみなが妙なものになるのだ。みな天心様だ。金銀は野山の土だ。金銀を宝にすると損をするからなあ。今度は我が身が大切だ。金銀を宝にはしない。電池を宝にはしない。我が心の性を尊ぶからのだから、金銀はいらぬのは、いらぬ。体があればそれが金銀だ。右のような主張が客観的に見れば人間の心、努力の可能性を誇大視し、人間の心と具体的な表れとしての通俗道徳の実践を取り巻く客観的諸条件についての考察を欠如していることは明らかである。こうした思想は著しく原生的なものである。近代社会成立の鋼鉄の法則に対してリアルな洞察を持たぬ心をどんなに激しく打ちつけたとて、歴史の大筋は変わりようがない。こうした有心論は広範な民衆に確信を持った人間となるように呼びかけるものであって、有心論的誇張の中にも初めて目覚めた民衆の信念が誇示されている。丸山教の激しい終末感思想は右のような有心論的世界観に立って人々に激しく愛しを求めるものだった。前日のように丸山教の立場からは近代社会の形成過程は人々が正しい心を捨てて邪悪になり、自ら破滅への道を歩んでいるものであった。そして邪悪な人間が及び丸山教の教える純正な心の人間だけが栄えるようになるのが世直しであり、それは目前に迫っている。そこに実現されるのは全ての人々が正常な心に帰って通俗道徳を真摯に実践、四国中心の農業を勤勉に営む豊かで平穏な小生産者の理想社会である。この理想社会のイメージの中から個々の小生産者の生活態度の問題を取り出してみると、近世中期後期の民衆思想史の伝統を継承発展させながら、通俗道徳的自己規律が主張されていることは明らかである。それは事実的、非合理的、受動的、定観的なものから合理的、能動的、積極的なものへと民衆意識を変革しようとするものであり、民衆の自己形成イコール自己鍛錬の論理に他ならない。心、人間の努力はあまりにも古代に評価されているが、技術的なものを否定して人間のうちに潜んでいる可能性に期待する、明るく力強いチーマニズムが見られる。宗教意識の中核部分は有心論的世界観に転換され、心的とされたものの多くが人間の心の働きとされる。人間の主体的契機を強調したからこそ、世直し幻想は、幻想から人々に生活態度の根本的変革を求める激しいものとなった。個々の民衆生活についてはこうしたイメージがあるのに、社会体制全体のイメージを漠然としており、神秘的幻想的である。丸山教の理想社会はどのような社会組織や政治組織を持ち統治されるのか、どのようにしてそうした社会に到達するのかという問題は、神秘的にしか語られない。丸山教の理想社会が復古的なものであることは、前述したが、具体的内容は筋道に立てて考察されない。丸山教を個々の民衆の通俗的道徳自己規律と見れば、具体的でよく理解できるが、社会体制全体の変革を求める思想としてみれば、神の力に期待しており、具体性を欠く。個人生活の次元では有心論を突き詰めて無心論に近いのに、社会体制全体では呪術的たるざるを得なかった。どうしてこうなるのか。小生産者の小宇宙的な世界から社会体制全体を構想する際の特殊な困難を表現していると思われる。右の問題を伊藤六郎兵衛自身に即してみれば、次のような事情を指摘しなければならない。六郎兵衛は通俗道徳を真摯に実践する一人の庶民であることから出発し、天下太平という社会体制全体の問題を一挙に解決しようとするが、個人生活の次元で通俗道徳を真摯に実践することと、社会全体を天下太平にすることの間には大きな間隔がある。通俗道徳は小生産者が社会の激動に任従して耐えるのにふさわしい生活原理であるが、それ自体としては社会変革の論理でもないし、社会体制や国家権力の問題を具体的に考察するにふさわしい原理でもない。通俗道徳的自己規律を懸命に実践し、極度の忍従、健常などの生活態度を身につけている一介の庶民が、秘められた憤りを爆発させて社会全体を悲観しているためには、この時代では宗教的媒介が不可欠だった。荒行と神がかりがそれである。六郎兵衛にとって天下太平は初めからその宗教思想の主要な内容だったが、到達するために彼が行ったのは、
職業、水業、つま先立ち業、煙業などの技術的行為だった。ルクローバーにとってそれが具体的方法だった。彼は天下太平と書かれた旗の周りをつま先立ちで周り歩いた。それはそれで厳しく辛い荒行だったが、どんなに厳しかろうと、荒唐無稽な方法だった。そこには丸山教の目的意識と貧しい方法との間の奇妙なコントラストが見られる。こうした自律的方法は、伊藤六郎兵衛という現実社会では極度に限定された地位と役割しか持たぬ庶民が、社会体制全体の問題を全面的に解決しようと試みる際に必要な媒介ではあった。何人とも及ばないと確信された荒行を通して六郎兵衛は神の声を聞き、代理者となり、家、国家、世間などの権威から脱却して預言者となり得たからである。その過程は信仰の渦中にある者にとっては思考の神秘的意味を持っているが、客観的には信念とされ、実践されてきた観念を一挙に普遍化し、権威化する過程に他ならない。だから形成された宗教思想の深さは、開教以前の六郎兵衛の思想形成と自己鍛錬に調合している。この呪術宗教的媒介によって六郎兵衛の密かな信念が思考の神によって権威づけられ、社会体制全体を一挙に引き離する原理まで普遍化された。この媒介によって個人生活の次元では合理的で具体的なものだった六郎兵衛の思想が、社会体制全体の問題を構想する世直し思想としては、極度に幻想的で呪術的なものに変わる。天下太平に到達するための具体的法則の探求は、こうした事実によって塞がれ、変革の情熱とエネルギーは事実や幻想の中で逃避されてしまう。丸山教における事実性は、六郎兵衛個人の自己社会変革の情熱とエネルギーを浪費するだけではない。六郎兵衛が変革への情熱に駆り立てられて、学業に励めば、六郎兵衛がより多くの事実的能力を持って生き神となり、一般信者の生き神崇拝が発展する。結果、たくさんの人々が様々な問題の生き神による事実的解決を求めて集まってくる。病気治しは最も重要なもので、布教の手段だった。そうなってくると、大衆的な次元ではもともと主張していた通俗道徳的な自己規律の仕方は影が薄くなる。生き神にされても六郎兵衛自身は通俗道徳を真摯に実践しようとし、病気や貧困も通俗道徳的自己規律を必要とするものだと説明するだろう。その限りで丸山教も多くの民衆思想とともに唯心論的な自己規律の論理となり、事実よりも精神変革が重んじられよう。大衆的次元ではことに急速に発展すればするほど、こうした自己規律を具体的に納得される機会が乏しくなり、技術的能力者としての六郎兵衛への崇拝が強まる。そこでは丸山教は禁欲的自己規律を求める思想ではなくなり、反対に広範な人々に抑圧されている様々な欲求に技術的な解決を与えるものとなってしまう。生き神信仰の下では世直し観念の思想的発展は困難である。世直しというのは、抑圧されて言っていた欲求を盗作的に肥大化させて爆発させることに過ぎなくなる。新たな自己規律秩序形成の努力に媒介されなければ、運動の一時的な発展があっても崩壊も早い。明治10年代後半の爆発的な発展はそうした性格の強いものだった。20年代に入って社会が安定したとき、自主的に集まってきた多数の信者が教団を去っても自然の結果だった。民衆的な理想社会が自主性と幻想性を持つのは、丸山教のことだけでも日本だけのことでもない。ドイツ農民戦争の指導者たちは、中世の神秘説を受け継いだ人々で、幻覚と痙攣と予言する能力を持っていた。孔修禅は熱病の間に幻覚を通して急性の大名を授かった。ロシアの農民は無数の農民暴動を経験したにかかわらず、偽ツアーが出現して王位を要求した時に、ツアーの権力に対して暴動を起こすことができた。近代社会成立において、民衆が自らを全面的に解放する社会を構想するとき、技術性と幻想性は必然的につきまとう。どこまでが技術的、幻想的であり、どこまでが禁欲的秩序の具体的で辻見したって構想であるかということである。丸山教の世直し思想を眺めるとき、近世の富士講における通俗道徳の主張を受け継ぎ、実践を主張した限りで、技術も幻想も克服した民衆自身の秩序が構想されたのであり、そこで確固とした思想形態を主体形成を成し遂げたのである。それに基づいている限りで、その社会批判は具体的だった。事実や幻想性は民衆が社会体制全体を構成する際に不可欠なものであったが、民衆の思想形成、主体形成の発展に伴って克服していかなければならないものだった。当時の丸山教には確かに新たな思想形成の方法が存在していたが、自由性と幻想性は強かった。
文字通りの天変道地をイメージしたり、具体的な規定な社会構想もないのに世直しが起これば、大名になれると考え、大名になったら大阪の城主にならんとか、熊本の城主にならんとか、一大騒動を起こしたなどというのは、思想的未成熟の表現である。世直しの観念は民衆の禁欲的自己規律を基礎として、そこから具体的に筋に立てて構想された時にだけ、変革的な思想形成の現れ新たな展開だったと思われる。終わりに、最後に主要な論点を整理しながら補足しておきたい。世直しの観念は貧困と抑圧からの解放を求める民衆の幻想である。小生産者とその共同体がどんな階級支配をも免れて自立して存続していくことが不可能なものである以上、こうした観念は幻想となる。それが幻想だということは歴史的に無意味な観念だということではない。貧困と抑圧に表裏をなして普遍的に存在し、解放を求めてやまない民衆の要求や願望に世界観的基礎付けを与える。本校はこの観念が民衆の伝統的意識に深く根ざしていることを述べた。この観念は安定した社会では眠っているが、巨大な変革期において歴史の舞台に噴出する。ことに近代社会成立期において重大な意味を持つが、それは近代社会成立期の社会的激動が民衆の生活基盤を根源から揺り動かすからである。この観念は宗教的表現を取らざるを得ない。宗教的表現の中核は宗教王国の観念であり、それぞれの民族の中で民衆の思想的伝統として培われて継承されていく。ヨーロッパの千年王国説、中国の様々な宗教的秘密結社などはその代表的事例である。この観念が宗教的表現を取らざるを得なかったのは、根本的には民衆生活の小宇宙性によるが、もう少し具体化して次のような事情が考えられる。第一に階級支配を牽引づけているイデオロギーの支配を打破するためには宗教が不可欠である。民衆はどんな素朴なものであると、現実の支配体制と異なった社会を構想しようとする限り、支配のイデオロギーよりも高い観念的権威を必要とするが、全近代社会では民衆的宗教の中にしか存在しない。第二に民衆は権力組織や社会組織について具体的に構想するだけの経験と支援を持たないため、新しい社会を宗教的幻想の中で構想せざるを得ない。階級社会は素朴でお人よしの農民の理解力をはるかに超えた複雑な社会組織とその上に立立する権力組織を持っているのであって、支配階級は何千年の階級支配の経験を通じてそのことをよく知っている。民衆がこうした複雑な諸組織に一挙に全面的に対決することを構想しようとすれば、幻想の助けを借りざるを得ないし、大衆的な共感を得られない。重要なことは、民衆の通俗道徳的な自己規律、鍛錬が世直し観念の成熟の基礎だということである。近世中期以降における民衆意識の発展が、通俗道徳的自己規律の主張を中核とするものであることは既に述べたが、通俗道徳を真摯に実践してきた人間だけが確信を持った鋭い批判者たり得た。通俗道徳は謙譲や民人を説いて社会的批判精神を抑圧するものだったが、社会的表現を取ることを通じて、通俗道徳を普遍的原理として宣言し、そうした原理に従わぬ人間を激しく糾弾することができた。近代社会成立期における民衆的な立場からからの社会批判は、こうした道徳主義的見地からなされた。もっとも民衆の通俗道徳的自己規律の世界から具体的に筋道立てて、順次に積み上げて、社会体制全体の問題を考察することはどうしても不可能であり、どこかで宗教的飛躍が行われざるを得なかった。しかしそれにもかかわらず、通俗道徳的自己規律を踏まえて、具体的合理的に構想できた分だけ世直し観念の幻想的自由的性格は減少したのであり、民衆の思想形成がなされたのである。こうした発展に行き着くところ、世直し観念の中共性は次第に薄れて無神論に近づく。しかし他方で運動の大衆化は自己規律に媒介されない自由中共的性格を拡大せざるを得ない。ところで私たちには、こうした世直し観念の発展は日本においては世界史的に例外的とも言ってほど未熟であったように思われる。近世から明治にかけての農民一揆や打ち壊しにおいて、こうした観念に鼓舞された中共的一揆の事例が見られない。例じゃないかだけがあるが、最も思想的には未熟で膨大なエネルギーを伴った世直し観念の爆発であった。近代社会成立期というこの観念が最も重要な歴史的意義を持つ時代において、このような事情にあったことは、日本において伝統社会の内部から変革的な民主意識が成立する際に、困難な条件があったことを推定させる。その条件については様々考えられるが、一つとして同じ的思想が民族信仰的な浸透説の系譜のものだったことを挙げておきたい。近世後期から明治にかけての世直し思想は、すべてそういったものだった。天理教、丸山教、大本教、A じゃないかは全てそうだし、欧州仲裁が自分の思想的立場を突き詰めて反乱を刊行した際にも、民衆的な伊勢信仰に結びつけて身体復興を説いた。安藤昌之の思想も、
家長三郎氏も述べているように神道説に結びつく点が多い。異端的な神道家として幕府の弾圧を受けた井上清徹や鴨の規制のような人物もあった。田村栄太郎氏や井上清氏が世直し運動として注目した陸前国都前郡の神職七郎作の事件や小林洋平の身体復興請願運動も異端的な神道の立場のものである。神道の立場に立つことがどうして世直しの思想的成熟を困難にするのか。第一に神道は丸山正雄氏の表現を借りるなら、のっぺらぼうな布筒のようなもので、どんな宗教や観念でもその中に入れることができるが、論理的な枠組みを持っていないために、論理思想的な発展が蓄積されにくい。世直し思想の基盤となった神道説が民間信仰的な性格が強いために、右のような事情は一層際立った。第二に神道説の系譜の思想は、元来の性格がどうであれ、伊勢神道や危機神話に結びついて天皇制イデオロギーに一着する。天理教、丸山教、大本教などの神道説は、もともと天皇制神話とは全く無関係な民間信仰的なものだった。一方では、教義体制を整えようとすれば、伊勢神道や危機神話を利用せざるを得ないために、天皇制権力との何らかの妥協が教団の発展のために必要になる。やがて急速に天皇制イデオロギーに妥協し融合していった。神道の立場に立つことは、そうしたことを極めて容易にし、ブレーキの効かないものにした。天皇制イデオロギーに融合するや、そこに見たある一定の民衆の主体形成が蓄積されているだけに、天皇制支配を下から支えるエネルギーを提供することになる。丸山教は文明開化イコール資本主義化を主導する天皇制権力を受訴するとともに、背景に欧米資本主義の進出を見た。ナショナリズムから言えば、丸山教は民衆的次元の欧米資本主義に対する民族的自覚を表現した。こうした自覚は文明開化資本主義において没落戦とする民衆の立場に立つにおいて、天皇制イデオロギーと異質だと言えよ。そこに民衆的次元での素朴な民族連帯の契機もあったかもしれない。しかし、独特の神道説という最も独善的な支持を通じてしか表現し得ないところに困難な事情があった。どのような民族的自覚にも独善性がつきまとうものだが、それがどこまで普遍的な原理、神道説のような民族宗教に対しては世界宗教に媒介されていたかということは重要な意味を持つ。素朴な神道説の立場に立つことはナショナリズム固有の独善性を全く自制のないものとし、超国家宗教の意向を容易に楽しめた。近世後期から明治期にかけての世直し思想は、なぜ民間信仰的神道説の底辺に立たざるを得なかったのか。様々な資格からの考察が必要であるが、我が国においては幕藩体制の成立によって民衆的な宗教王国の観念の伝統が根こそぎにされたことを指摘しておきたい。中世末期には一向宗、法華宗、キリシタンにおいて民衆的な宗教王国の観念が形成されつつあった。一向一揆、法華一揆、島までの乱などの性格をここです。否定するつもりもないが、少なくとも一面においてはこうした観念の発展のよりどころとするものだった。そこで宗教王国の観念が発展していたとは言えないが、仏教とキリスト教という世界宗教に媒介され、広範な民衆運動を背景としてそうした観念が蓄積されてたった。社会組織や権力組織、戦略戦術についても闘争の経験に教えられた新たな認識が発展しつつあったはずである。こうした伝統は職法政権と幕藩体制によって押し潰され、近世の仏教は社会思想としての生命力を失った。近世の民衆は民衆的宗教国の構想について受け継ぐべき伝統を持つことができず、素朴で未成熟な土俗信仰的な伝統から出発し直さなければならなかった。世直しについての素朴な民族的伝統が広く存在することは、一方では確かに世直し民主思想発展の基盤であるが、宗教王国関連の断絶の伝統は、その思想としての成熟と鍛錬に困難な条件となった。宗教王国の観念の伝統を完璧に断絶させるためには、九州増が、伊勢長島、島原などにおける、一区に数万人を斬殺するという凄まじい権力行為が必要だった。日本民族内部の戦いにおいて、これらの宗教闘争以上に多量の血が惜しみなく流されたことはない。そのことの歴史的な意味は私たちはもっと考えてみなければならない。